幹事社の産経新聞池田と申します。よろしくお願いいたします。大臣に3点ほどお伺いしたいことがございます。まず法務大臣任命にあたり安倍首相からどのような指示を受けましたでしょうか。次に法務行政を執行していく上でどのような抱負をお持ちでしょうか。最後に死刑制度の是非に対するお考えと死刑執行の在り方についてご見解を伺いますでしょうか。よろしくお願いします。まず第一点のご質問でございますが、総理大臣からの指示ということにつきましては4点の項目がございます。まず1点目は国民に身近で頼りがいのある司法の実現に向けまして司法制度の改革を推進するようにということでございます。また2点目は差別や虐待のない社会の実現を目指して個別法によりますきめ細かな人権救済を推進するようにという点でございます。また3点目といたしましては関係大臣と協力をいたしまして世界一安全な国日本を作るために犯罪被害者の支援でありますとかあるいは刑務所等出所者の再犯防止や社会復帰の支援組織犯罪対策など社会を明るくするための施策を総合的に推進をするようにということでございます。また4点目でございますが我が国の領土領海領空の警戒警備につきましては関係大臣と密接に連携をし緊張感を持って情報収集を行うとともに事態に応じて我が国の法令に基づいて適切に対処するようにというご加盟でございます。先ほど申し上げたとおり特定秘密の方に関する制度に関する事務につきましても担当するようにというご指示がございました。総理からはこの中でも特に犯罪の再犯防止というところに言及をいただきましてこの点につきましては国民生活の安全安心に深く関わっている課題であるというふうに思っておりますのでその点につきましては特に注力をしてまいりたいというふうに考えております。そして2点目先ほど冒頭ご挨拶をいたしましたとおりでございますが今回は前法務大臣の松島みどりさんの後任ということでございまして任期途中のバトンタッチということになりました。私自身政治家としての姿勢というのは先ほど申し上げた政治を志す者は澄み切った心で明るい心で政治に携わるとこうしたことを信条としてきましたのでまさに法務行政の推進におきましても国民の皆様の声に真摯に向き合いそしてその声に耳を澄ませそしてそれに対して対応していくことに全力で取り組んでいきたいというふうに思っております。今大変身の引き締まる思いでこの場にも立たせていただいております。3点目でございますが死刑制度についての ご質問がございました。死刑制度につきましては個人的にもいろいろなお考えをお持ちの方もいらっしゃるというふうに思っておりましてこれまでの法務大臣につきましてもいろいろなお考えを持っていらっしゃりながら取り組まれたというふうに思っております。個人の意見はあるということではございますがやはり法務大臣たるものにつきましては今の法の仕組み枠組みの中を前提として行動するというのが第一義でございます。そういう意味でこの制度につきましても歴代の法務大臣同様基本的にこの現行の法というものを前提といたしまして尊重してこられたということをしっかりと胸に私自身これを引き継いでまいりたいというふうに思っております。鏡をこう磨いていく鏡を磨くというような澄んだ心でこの制度に対しましても厳正に向き合うつもりでございます。